ただいまから北中学校区共同によるまちづくり地区集会を始めさせていただきます。本日は大変お忙しいところご出席いただき誠にありがとうございます。本日誓いを務めさせていただきます生涯学習共同推進課長の道田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今年度の地区集会につきましては新型コロナウイルス感染症の影響により当初予定していた開催方法を全地区中学校区単位での開催に変更し、さらに人数制限を加えるなど感染対策の上での開催とさせていただいております。昨年度地域の皆様にご検討いただいた内容とは違う形での開催となりますが、皆様にご理解をいただき、また出席者を調整いただきましたことに感謝申し上げます。それでは次第に沿って進めてまいりますが、コロナ禍の状況でありますので全体の所要時間は1時間半とさせていただき、終了時刻は遅くとも午後8時とさせていただきたいと思います。会が円滑に進みますよう皆様のご協力をお願いいたします。まずはじめに地区の皆様のご紹介をさせていただきます。お手元の資料の3ページにあります座席表をご覧ください。本日ご出席いただいておりますのは阿波本地区、桂川丘地区、城北地区、原泉地区、倉見地区、西郷地区の皆様です。どうぞよろしくお願いいたします。続きまして本日は市長をはじめ副市長、教育長が出席させていただいているほか、県議会議員、市議会議員の皆様にもご出席いただいております。時間の都合上市側の出席者につきましては2ページの次第の裏面をもって紹介に変えさせていただき、オブザーバーの方のみご紹介をさせていただきます。県議会議員東堂陽一様、市議会議員松浦正美様、市議会議員草賀正吉様、市議会議員鷲山義久様、市議会議員小沼秀明様、市議会議員藤沢京子様、それでは松井市長より今年度の地区集会のテーマでありますポストコロナにおける掛川市の状況につきまして話題提供をさせていただきます。皆様お手元の資料をご覧ください。それでは松井市長よろしくお願いいたします。改めまして皆さんこんばんは。6時半っていうスタートの時間帯がどうも中途半端だっていうようなご意見もいただいております。まあ、7時からでしたら、食事を済ませてということもあるかもしれませんけれども、6時半というとどっちにしたらいいのかなって、そういう意味では、コロナの感染、この防止でできるだけ、時間短縮もしたいということ、それから早く、家庭にお帰りをいただきたいというようなことを合わせて、事務方がこの時間設定をしました。よろしくお願いをいたします。で、先ほど司会の方からライブ配信をしてるんで、あんまり後ろを向くと顔を映っちゃうっていうそのあれがありましたけれども、今まで、6回、地区集会を開催しましたけれども、このライブ配信で自宅で、再生を見たという回数が、これは桜丘中学校区ですけれども86回、それから再生回数動画ですね、ライブではなくてこれが307回、再生回数の合計が393回ということであります。従来ですともうこの時間帯に来られない
若い方、それから家事がある女性の方、こういう方もこのリモートでこの会議を見ていただいて、自宅から何か文句があればどんどんご質問ご意見をいただけると、まあ、こういう会議の手法であります。コロナになってから、まあ、私ども会議もですね、秘書会とかあるいは国との関係の会議、ほとんどリモート会議です。リモート会議です。いろんな意見をいただい意見をもらったり、説明を受けたりと、まあ、こういうことについてはですね、このリモート会議で、十分、機能を発揮できるというふうに思いますが、ただ突っ込んで議論していくっていうと、ちょっとのリモートだとなんとなくこう会話がダイアローグが成り立ちにくいっていう、そういう感じはしますけれども、ただこういう会議がこれからどんどん進んでいくというふうに思います。それぞれの皆さんの地区の会議に、市役所にいて私が参加していくというようなこともこれからあるのかもしれません。まあ、いずれにしても顔を見て話をするということは大切なことではありますので、今日もいろんなご意見をいただきたいというふうに思います。それではお手元にお渡しをしてあります資料に基づいて、若干20分弱お話をさせていただきたいと思います。着座をさせていただきます。資料のまず1ページをお開きをいただきたいと思います。新型コロナで変わる社会ということであります。掛川市今日も3件、昨日3件、今日はまだ出てないということであります。全部で21件です。まあそんなたくさんの方が感染しているということではありません。ただ非常に今後どんどんこの感染者が増えてきて、中等院の総合医療センターにみんな入院なり、診療を受けるということになると、中等院総合医療センターが従来、いろんな患者さんが来て、それに対して対応する、この分野に、コロナの患者さんが押し寄せてくると、これがもう医療崩壊につながると、こういう心配があって、もう患者さんを増やさない対策を取らなければいけないということであります。GoTo トラベルも GoTo イートもですね、これをやっぱり、防ぐと、医療崩壊につながらない、つながってはいけないと、こういうことで、まあ、医療関係者は声を大にしているということであります。ただ一方で、経済も回していかないと、全体の生活ができなくなっちゃう、まあ、こういう人も、おりますので、大変難しい、問題でありますけれども、両方がうまく対応できるような、そういう取り組みをみんなが協力して、進めていくということが不可欠だというふうに思います。大切だというふうに思います。市民の皆さんの協力が必要だというふうに思います。3密を避け、手洗い、マスク、これは徹底をしていただきたいというふうに思います。それではその1ページの最初の黒い四角のところに、人類と感染症の歴史、長引く影響という記述がありますけれども、その下に感染症の種類、これまで世界で感染症が起こったペスト、天然痘、コレラ、スペイン風邪、今回の新型コロナですね、スペイン風邪で大体100年前ですけれども4000万人以上が亡くなったということであります。
まあ、結果として感染症が非常に広がったもんだから、第一次世界大戦の終結が早まったというような報告もあります。まあ、いずれにしても、人類の歴史というのは感染症との戦いでもあったというふうにこれを見ると読み取れます。そのくらい大変な病気だと、あるいは感染症だというふうに思っております。十分注意をしていかなければいけないというふうに思います。二つ目の資格に求められる感染症防止策と、社会経済活動の両立、まあ、これはもう、政府の、皆さんもいろんな行政機関も、いろんなところで、そういうことをお願いをしてきてますし、そういうことを実行しなければいけないというふうに思っています。それから3つ目の資格に、東京一極集中から分散の時代ということであります。まあ、コロナが発生して東京にいろんなものが集中していると、人もそうですし、物もそうですし、金もそうですし、行政機関もそうですし、会社の本社も東京にみなあるっていうことは、コロナの発生にとってすぐ回復するかなという時になかなか難しい状況に東京はあると。それと同時にやっぱり東京に大地震が来た時にあれだけに密になっている建物含め機能があるということは、復旧復興に大変な時間がかかる。ですから、政府機関をいろんな全国各地に移すべきだと、これはもう20年も30年も前から言われている話ですけれども、なかなかそれが進んでいかない。これまでずっと人口が東京に、東京だけが増えてきていると、まあ、こういう状況でありましたけれども、まあ、最近はそこの黒い四角の中に、分散の具体的な動きということで出ておりますけれども、増え続けた東京都の人口が2020年5月7月と転出が超過になる。初めて東京に入ってくる人と東京から出ていく、東京から出ていく人の方が多くなったということであります。コロナの心配をして密を避けたいということ、それから通勤であれだけの満員電車に乗ってればそれは心配だというふうな方もいらっしゃる。で、移住定住で、まあ、いろんなところに、住むところを移す、それから仕事については先ほど言ったテレワークとかリモートで仕事ができるような状況になってきているということで、あります。まあ、そういう意味では、一番下の資格に分散の受け皿となる柿川市ということであります。まあ、柿川市のそこに長所が挙げてあります。広域交通の要衝、歴史文化の蓄積、海と山、街道がつながる豊かな自然、こういうこと、それから教育文化、健康子育て、環境、こういうものをしっかり取り組んでいる地域であると、まあ、こういうことで、移住定住者が増えてくる可能性は十分あると、まあ、こういうことであります。特にやっぱり新幹線の駅があるその都市、ここにやっぱり東京から移ってきて週に1回ぐらい東京の会社に行って顔を合わせながら仕事をする、あとは在宅テレワークでやりましょうよ、まあ、そういう働き方がこれからどんどん増えてくるのではないかと、まあ、そういう意味ではその分散の受け皿を掛け合わせとしてしっかり対応取り組みをしていかなければいけないというふうに思っております。それから2ページをちょっと見ていただきたいと思います。掛川市の新型コロナの取り組みということであります。最初の丸に PCR 検体採取センターの設置ということであります。
6月から菊川市、御前崎市と共同で開設、9月末までに約120件の検査を実施と、まあ、今現在170件から180件ぐらい検査をしているというふうに思います。これは5月頃、心配で検査してもらいたいという人がたくさんいましたけれども、これを保健所経由でその検査してくれっていうと、えらく時間がかかる、38度ぐらいが1週間が続いたらまた来てくださいというような対応があったということで、それではもう感染の心配がどんどん広がっていくということもあって、掛川市の場合は開業医さんに見てもらって、開業医さんが検査を受けた方がいいという人を、まあ、限定してといいますか、そういう人たちが来て、検査を受けられる、そういう体制を作ろうということで PCR 検査検体採取センターを採取、だから開業医さんを経由して保健所に行かなくても、掛川の開業医さんがこの検体採取センターで、検査をしてくれると、まあ、こういうことで、あります。こういう体制をどんどん増やしてい、かなければいけないということで、今県の方にもですね、いろいろお願いをして、おります。まあ、お願いをするっていうのは、検査した時にお金がかかるもんだから、それはやっぱり補助してくださいよと、これがなくて掛川市単独でずっと、経費を出していくっていうことはちょっとなかなか難しいと、まあ、こういう意味で、県の協力、まあ、ひいては国の協力ということですけれども、仰いで、さらに検査を受けたい人がしっかり受けられると、どっか旅行に行く前に、検査するとか、まあ、そういう体制ができれば、今の GoTo トラブルもどんどん積極的に推進できるのではないかなというふうに思っております。それから、4つ目の丸に掛川町中テラスということが出ておりますけれども、これも密を避けるという意味で、小さい飲食店等々では密になるもんだから、外 の歩道でも少し営業ができますよというような取り組みを進めております。それからその下の掛川市の主な支援事業ということがいろいろ羅列してありますけれども、最初の白い丸のプレミアム付き商品券掛川支え合い応援券で、これについては一般世帯で1万5千円を1万円で買っていただく、子育て世帯については2万円分を1万円で買っていただくということで、この引き換え券について、全戸に配布をしておりますので、もう皆さんのところに届いていると思いますので、で今現在ですね、この進捗状況というか推進状況というのは、大体 50% の方が商品券を購入していただいております。まだ残り 50% ぐらいありますので、もしまだ引き換えをされていない方がいましたら、できるだけ、早めにお願いをしたいと。で利用については12月1日から、まあ、1月31日までということで、全部の方にその商品券が行くと総販売額は7億4500万円になるという、まあ、経済効果が生まれてくると。でこれについては3000円分だけ地域の中小企業というか小規模商店に対応した商品券が3000円はスーパーとか大きいスーパーとかでは使えないものが入っています。これは地域の小規模の商店をやっぱり守っていくと、まあ、こういうことの意図で3000円分はちょっと別枠にしてもらったと、まあ、こういうことであります。あとそこにいろいろ書いてありますが、丸割っていうのはもうすでに終了したものです。それ以外は継続しておりますので、また見ていただきたいと思います。それから、
3ページをお開きいただきたいと思います。デジタル化の推進って、もうこれはもう避けて通れない話だというふうに思います。私はデジタルなんか嫌だっていう方も、これから総務省じゃないですね、国の方もデジタル庁を創設してどんどん、このデジタル化を推進もしてきておりますので、いやおうなしに、これに付き合っていかなきゃいけないという状況があるというふうに思います。でこの時にこのデジタルいろんなものを有効に、市民が利便性を享受するにあたってはマイナンバーカードを取得をしてもらうということが大切であります。今まではマイナンバーカードってあんまりメリットがないということで、それから個人情報が漏れるじゃないかというようないろんなその心配があって、鍵貸しと行政としてもあんまり積極的にこう推進推奨をしてこなかったんですけれども、これからいろんなサービスを受けるときにこのマイナンバーカードの取得が必須な条件になりますので、ぜひ取得する、保険証とか免許証もこれに連動するというようなことも言われておりますので、ぜひマイナンバーカードについてはですね、登録取得をしていただきたいというふうに思います。というふうにいろんな意味でデジタル化が進むと、これまでの生活様式いろんなものが変わっていく。でいろんな市役所の申請なんかももう市役所に来て申請しなくてもこのデジタルでどんどん申請ができると、こういう状況になるということであります。でその際にギガスクール構想というのがありますけれども、これは小中学生にタブレットを9800台ということで全員にタブレットをお渡しをしております。で、タブレットは学校だけでなく自宅に持ち帰ってもいいという、こういうふうなことで今推進もしています。そうした時に自宅に Wi-Fi 機能がないというような自宅にはそれを受けられるようなルーターのようなものを対応して、どの家庭でも使えるというふうになっております。それから区長さんとか自主防災の会長さんにもタブレットをお渡しをして、でただタブレットをもらっても使い方がわからないという方も多分たくさんいらっしゃると思うんで、できるだけ、研修会のようなものをですねやっぱり開いてご説明をするということが大事だというふうに思います。ただ人が集まるということはできるだけ避けてくださいよという状況の中ですけれども、タブレットをお渡しするということでありますので、研修会のようなものをしっかり進めていきたいというふうに思います。もう時間が過ぎたということで後ろでペケのサインが出ましたのであとはご質問の中でいろいろお答えをさせていただき、ただこの資料はですねだらっと後のものも目を通していただければありがたいというふうに思います。私から以上となります。ありがとうございました。それではこれより意見交換に入りますが、3点ほど皆様にお願いがございます。1点目は発言する際は挙手をお願いいたします。マイクがお手元に届きましたら地区名のみを述べてから発言をお願いいたします。2点目はご意見の内容によってはこの場で即答できないものもありますので、その場合は後日回答とさせていただきます。3点目としましては、本日はライブ配信中に視聴者からのご意見をメールに加えチャットでの投稿も受け付けしております。会の中で時間に余裕がございましたらご紹介をさせていただく場合もございますので、ご承知おきください。以上でございます。それではただいまの市長からの話題提供の内容等に関しまして皆様からのご意見を頂戴したいと思います。いかがでしょうか。西郷地区です。今まちづくり協議会のですね、在り方をめぐっていろいろと議論がされております。先般も地区組織に関する検討会が区長会連合会と町長の連合会
合同で行われまして、グループ討議の中でいろんなご意見を伺うことができました。その中でですね、感じたことは、どうも自治会と町協、あるいは区長会と町協連合会、この両者を混同して捉えている、そういう向きがあるのではないかなというのを感じました。まあ、ご意見の中にはですね、区長会があれば町協はいらない、必要でないという発言もございました。大変驚いたわけでございますけれども、共同による町づくり、町協に対する理解が市民の中に十分浸透していないのではないかということを、まあ、実感したわけでございます。自治会は言うまでもなく自治、自ら治めるという自治、この精神に基づいてですね、知恵によって、住民自らが立ち上げたものでございますので、予算も財源も事業計画もすべて自らの意思と責任において決定しており、自立した取り組みがされているわけでございます。ところが、まちづくり協議会はですね、市の自治基本条例、すなわち、市政の市の政策方針に基づいて設立をされた協議会でございます。ここでは地区まちづくり計画、これを策定することが義務付けをされ、その計画に基づいて市と連携を図りながら、各自治会の枠を超えたより広範な区域での課題に対応しているというふうに思います。予算の方も市の交付金、これに依存しているものでございます。この両者は、まあ、目的はそれぞれ地区の生活環境を改善するということで同じでございますけれども、しかしその役割や存在意義、そもそも成り立ちが異なっておりますので、私は全く別物だというふうに思っております。ではなぜ町協の捉え方が人によってまちまちなのでしょうかと。そもそも町づくり協議会がなぜ作られたのか、その役割は何かということが市民に十分に伝わっていないのではないかというふうに思います。いわゆる情報不足ではないかなというふうに感じております。共同によるまちづくり、これは自治基本条例によって、行政が仕掛けた施策でございます。5年が過ぎ、助走期間というところが過ぎましたので、そろそろどういう形に向かっていくのかということを市民にしっかりと明確にですね、示して、今こそ市のイニシアチブ、これが必要な時ではないかなというふうに思います。市の例記集、こちらには条例や規則全部で500から600ほど収められていると思いますけれども、その例記集の一番最初に載っているのが自治基本条例でございます。それは柿ヶ市が行う町づくりの根幹を示す最高規範という位置づけでございます。この最高規範をですね、町づくりのプロ集団ともいえる市役所の全職員が熟知している、このことが肝要ではないかなというふうに思います。そのためには所管をされている障害学習共同推進課の職員だけでなくって、全職員が定期的に研修をされ、誰もが柿ヶ市の共同による町づくりを語れる、そういう集団になってほしいなというふうに思います。市役所全体にですね、そういう意識の醸成がされていない限りですね、市民はもとより地区の役員等々にもそういったことの考えがですね、浸透していかないのではないかなというふうに思っております。そういったことで現状の認識とですね、今後どういう方向でこれを対応していくのか、その辺のちょっとご意見を伺いたいなと思っております。今いろんなお話をお伺いながら、これは最近あるいはここ 2,3 年、もう町づくり協議会ができてから5年を経過するのに、どうもこの市民の周知率が、知っておられる数が30数%と低いではないかというような意見
それから、今お話があったように区長会があればいらないじゃないかという意見、まあ逆に、まちづくり協議会が上部構造で、地域のまちづくり計画を作るわけだから、しっかり、先導していくと、まあ、いろんな今意見をいただいております、まあ、そういう意味では、しっかりした理念を改めて市民の皆さん、あるいは区長会、町協の皆さんに、しっかり伝えると、まあ、この町づくり、共同の町づくりが必要だという理念をですね、原点に戻ってもう一度改めて皆さんにお伝えするということが重要だというふうに思っております。いろんな町協の連合会、あるいは区長会の連合会、皆さんといろいろ議論をしていく中で、まあ、そういう考えに至りましたので、改めて町協の役割、区長会の役割、それからその他のいろんな NPO 法人を含めてその他の団体の役割、あるいは使命といいますか、そういうものをもう一度原点に戻って少し整理をした上で、どういうふうな形がいいのかということもですね、改めて伝えておきたい。だからいずれにしてもですね、今松井さんが言われたように、市民自治基本条例というのは掛川市のある意味では憲法的役割を定めた条例制度でありますので、これに沿ってやっぱりしっかりした取り組みを進めていかなければいけないというふうに思っております。それから職員が あんまり知らないじゃないかというようなご感想でしたけれども、まあ、これについてはですね、職員に常々この掛川市の一番重要基本条例でありますので、これについてはもう震災に入った時からこれをしっかり学ぶようにということを伝えてありますが、まあ、日々の業務の中でこれが常に連動していれば常に頭の中にありますけれども、まあ、そうばかりではありませんので、少し理解が不足するしている職員もいないというわけではないというふうに思いますので、改めてしっかり周知をしていきたいというふうに思います。自治基本条例を制定する前段で2年間市民の皆さんとか、あるいは有識者とか NPO で2年間かけて議会と議論もしながら制定をしたわけであります。だからそのことをもう一度、この基本条例を作った時の考え方、原点に帰って整理をして、皆さんに伝えていきたいというふうに思います。共同という共同のまちづくりということはもうこれはもう、国の方も地域の中で、それぞれ、助け合って支え合って役立って地域の課題を解決をしてい、くようにという指導が出ております。特に菅さんは自助共助公助ということをしっかり打ち出しております。まあ、そういう意味では共同してそういうことを進めていく方、特に高齢化世帯がどんどん増えて、一人暮らしの高齢者がどんどん増えてきている、まあ、こういう状況を見ますと地域の皆さんが助け合って支え合って役立ち合うと、こういうしっかりした体制が取らない限り、全て行政がそれに向かって支援するというのは今できない状況にもありますので、この共同のまちづくりの理念を掛川市は中心に置いて行政運営をさらにしっかり進めていきたいというふうに思っております。まあ、いずれにしろいろんな意見をいただいておりますので、原点に戻っていろいろ職員同士の中でもですね、周知できるようにしていきたいというふうに思っております。またいろんな意見を
ありましたらお聞かせいただきたいと思います。よろしかったでしょうか。はい、その他にいかがでしょうか。何でも結構です、ございます。せっかくの機会ですのでいかがでしょうか。倉見地区です。東京一極集中から分散の時代へという項目がありますが、先ほどの市長のお話の中です。その中で下の分散の受け皿となる掛川市という項目について、まあコロナは非常にね大変だなと思う、まあ、マイナスの面の方が当然大きいわけですけども、まあ私たちみたいな地方あるいは農村部っていうんですかね、人口減少の地域においては少し風向きが変わってある意味チャンスかなという、まあ今度移住促進の会議を立ち上げるということも聞いております。で、倉見地区でもね当初からそのことが非常に大きな課題となっておりまして、先進地域のところへ見学に行ったりしているんですけど、なかなかこれ具体的にこう結びつくところまでいかないです。で静岡県の方の東京の方ですかねに、そういったところの窓口があるわけですけども、まあ、そういった方とも 2,3 紹介を受けたりしました。でただ全国で同じようなことを考えているわけです。でここに書いてあるようなことが確かに重要なんだろうとは思うんですが、その選ばれるにはその何万というそういった地方の都市から選ばれるにはもう少しこう具体的なね、いやここが他と違うんだよというそういった差別化をすることを発信することが必要ではないかと思われる。それでそういったことを何か、まあ、これからでもいいんでぜひ考えていただきたい。で、まあ、掛川市はこのところそんなに大きな人口減少をしてないというふうに私は考えてるんですけども、まあ、都市部掛川の中でもね人口が増えてるっていうか減ってないところ、あるいは小学校の児童が減ってないところもあるわけですけども、周辺部はやっぱり顕著に減ってきてるもんですから、まあ、いずれ倉見あたりでも、まあ、統合になるのは致し方ないのかなとは思うんですが、それにしても子育て世代がいてくれないと、まあ、いずれは消滅してしまうわけですから、そういうことを考えてぜひとも若い世代の移住が盛んになるような施策を考えていただきたいと思います。それについてちょっと、もし具体的なことがあればお話ししていただきたいと思います。具体的な話は副市長の方に実はですね、やっぱり差別化ということですけれども必然的にですね、新幹線があるというところとそうでないところはもう差が出て確実に出ております。先日 2,3 日前に、県の副知事といろいろこの問題で、まあ、個人的に話をしました。そうしましたら静岡県の中でやっぱり新幹線の駅のあるところはすでにこの移住定住というですね取り組みと実績が非常に高くなっている。とりわけ富士市が高くて掛川市も富士に追いつくように頑張ってくださいという激励を受けましたけれども、まあ、一つはもうそういう意味でサテライトオフィスあるいはテレワークをするときに週に1回ぐらい東京の本社に行くあるいは突破に行くというときにこの交通の利便性が新幹線があるところは非常に有利だと、そういう意味では定住移住の促進に、まあ、掛川市は大変有利であると。それともう一つはやっぱり、自然環境これが素晴らしいところ、そういうところに都会の若い
世帯は移住をしていきたいと。それから何と言っても一般論にはなりますけれども、教育文化歴史、それから具体的な施策では子育て支援策等々がですね充実しているところが、まあ東京の若い方たちの移住の一番理想とする場所だというふうに言われております。掛川市は待機児童が出ておりますけれども、かなり子育て支援策を取って保育施設の整備とか、あるいは保育の内容の充実とかいうことに力を入れてきておりますので、そういう意味では受け皿としてですね大変期待をしていいところだというふうに思っています。そういう意味ではこれらの施策展開をですねしっかり進めていくということが大事だというふうに思います。くらみの方でも何人か移住をされている方がいると思いますけれども、やっぱり自然環境が素晴らしいところに移りたいということ、それから交通の利便性があると、まあ、そういうことをしっかり促進をして、で協議会の立ち上げについてはちょっと、副省の方から、副市長の久保田でございます。少し移住関係のことについて補足をさせていただければというふうに思っております。今市長から、ね、話があった通り、なんていうか掛川市、まあ、静岡県は全般的に割とそうですけども、諸条件にものすごく恵まれているというふうに思います。私は掛川の育ちですけども、高校卒業後ずっと進学と仕事で25年間離れてたんですね、実は。で去年戻ってきた、まあ、U ターンですね、いわゆる U ターン組になるわけなんですけども、以前、岩手県で仕事したこともあって、東北ので、やっぱりもちろん岩手県だって静岡県だって自然の豊かさとか食べ物の美味しさみたいなものはどちらも素晴らしいものがあると思います。ところが交通アクセスっていう部分は段違いですね。静岡県は大阪京都にも東京首都圏にもですね行ける中間地点があって、もちろん新幹線、岩手県の沿岸部に前言いましたけども、新幹線の駅に出るまで1時間半かかりますからね、はい、というふうな、はい、違いがあります。私はまあっていうか他の町を押しのけてなんかこうっていうのはあんまり好きではないんですけれども、ただこういう良さを生かして、そしてしっかりとした移住政策、まあ、受け入れ体制、それから教育と子育ての充実ということを図っていけばですね、多分自然と移住者が増えてくるであろうというふうに考えています。で今日の資料のこのスライド1のところにもですね、掛川市への移住者実績124人というふうな数字が出ております。でこれは県西部の中では、まあ、実は県西部で1位は湖西市なんですけど、移住者の定義がですね県外から移ってきた方なんですね。で湖西はご存知の通り県境ですので、豊橋から、湖西に移っても移住者になるわけなんですね。ところが実際には通ってる方いらっしゃるので、ちょっとまあ湖西は別に考えた方がいいかなと私は思ってるんですけども、まあ湖西を除けば実は掛川市が県西部では1位になってまして、でかつこの数字もあくまで、まあ掛川市の方でも東京の方に月に1回か2回掛川デーということで相談員を派遣して、移住相談に乗っていると。コロナになってからはオンライン相談に切り替わったんですけども、でそういった相談を通じて移住が実現したのが124人いる。そういうのは一切通さずに、いや勝手にというか自発的に移されてきた方もいらっしゃいますので、それを含めるともっと多くの数字になりますけれども、そういった方々、実はこの間も移住者の方々との、まあ、座談会というのをやりましたけれども、その中でも私も聞いてみてちょっとびっくりしたというか意外だなと思ったのは、その相談会とかでこう掛川の人に出会って、そのたまたまその案内してくれたっていう人がものすごいおせっかいをやってくれたということで、でそれがなんかこう心地よかったというふうなことで、まあもちろん押し付けにならないように気をつけなきゃいけないんですけども、掛川の良さをこう自信を持ってお伝えしてですね、
この店おいしいよみたいなことも含めてですけども、それがなんか功を奏して、それが本当によくって、そのご夫婦は、まあ、夫婦で移住してきちゃったんですけども、というふうな方もいらっしゃいましたので、まあ、そういうこう、まあ、ある種のおもてなしっていうんですかね、そういったところもこう生かしながらやっていけばいいかなというふうに思っています。で、先ほど話があった移住促進協議会というものが、12月なので来月ですね、来月立ち上げる予定で、それでこう戦略的にすでに移住された方のご意見もしっかりと生かしながらですね、いろんな政策を進めていければというふうに思っております。以上です。よろしかったでしょうか。その他いかがでしょうか。城北地区です。今現在コロナ禍の中で、社会が動いているんですけども、で先ほど市長も言われたように、今日の新聞で昨日の結果ということで、確か柿川では3名で静岡で22名という数字を見たんですけども、で我々も自治会活動を運営するにあたって会合がある時には必ずそのコロナに感染しないようにというようなことで3密またソーシャルディスタンス、こんなような話はしているんですけども、で現実少ない人数ではありますけども感染者が発生している柿川市において、3名、これ本当に出て残念ですけども、で出たからにはその人を責めるという気持ちは全くありません。ただ今後の我々市民がどういうことに気をつけていけばいいかということについてもう少し情報欲しいなと。で今日らの新聞を見てみても、高齢者でない成人、ただそれだけで、発熱が何日で、陽性が何日というだけの情報なんですけども、まあこれプライバシーも守れないかもんですから表現の仕方は難しいとは思うんですけども、掛川市も面積的にも広い、市でありますもんですからね、例えば旧掛川市内とか大東とかそういう表現がねできるものなのか、でそこまでやったりじゃまずいということになったならば、なんでその人が感染しちゃったかな、そういうところまでね、新聞での情報じゃなくて、例えば毎月やっている区長会の中で、区長会連合会のね、理事会、こういったところで少しそういう情報をいただけると、地区の人たちにもね、注意喚起を促すに、もっと具体的に伝えられて、我々は気をつけにいかんなということが喚起できるのかなというふうに思ってますもんですから、その辺の情報の公開が、どこまでできるのかというような微妙なところがあるのかもしれませんけども、ちょっとその辺を教えていただきたいなというふうに思います。全くですね、掛川市行政もですねそういう情報をもらいたいと、なぜもらいたいっていうと、先ほどちょっと保健所の話をちょっと触れましたけれども、情報を公開するっていうのは都道府県の責務という位置づけがなされております。で、県から私どものところにも実は情報が降りてきません。で、今お話にあった高齢者でない成人とかっていう言い回し、あるいは場所の設定も掛川市という場合もあるし、県の西部地域だよっていう情報の出し方もある。これ全く私どもが、関与して、何かするということではなくて、県が決めたルールでもって、発表をすると。その発表したものを掛川市行政もいただいて、で少し詳細がかかれば、まあ、小学生がいたということであれば、その周辺の小学校等々にですね、情報を出して、
しっかり消毒するようにというようなことは、まあ何回かありましたけれども、いろんな情報が全く入らないもんだから、県の市長会で、知事のところにそんな情報を全く出さないなんていうんだったら、基礎自治体が市民の皆さんにどうやって、この感染症の状況を説明すればいいのかってこう詰め寄ってようやくですね、高齢者でない成人と、全くそれまでは全く出さなかったんですよね。だからまた言い続けなければいけないとは思っていますけれども、今のそのコロナの関係については、掛川市が独自に情報をキャッチしてそれを公表するということは、まあ、できないと、それだけでもいい情報が入ってこないと。これはあの副市長なんかもやっぱりもう掛川市の中で出たんだったら、少なくともそのエリアぐらいはね、エリアが言えるようなそういうことが必要だという意見もたくさん出ますけれども、いずれにしても県がもう情報を一手に握ってそれを出さないという状況です。それはプライバシーの問題もあるし、いろんなこの感染症については流言飛語も出ますのでということも考慮しながら、から初期の頃、掛川の中等院総合医療センターにコロナの患者が入ったということだけで、その風評でもう中等院での病院にかかるのは心配だっていう声がどんどん出るほど、今すごく皆さんが敏感過敏になっているということで、お話のあったかかった人を差別しないと、その人たちをまあ排除するような、そういうことをしないような、人権として罹患した人たちに対しても同じように接しなきゃいかんという意味で、そういう運動をですね今展開しようということで、私は今ここにリボンをつけてますけど、これがシトラスリボンということで、この3つの枠があり、輪がありますけれども、地域、家庭、学校ところで協力しながら人権を守っていきましょうという運動を起こしていこうという取り組みも進めてきております。いずれにしろ、情報については、そういう意味で私自身も大変、まあ、不甲斐ないというか辛い状況でありますので、まあ、もう少し経てばさらにもう少し県の方が何らかの対応を取る可能性はありますけれども、今の状況だとなかなか難しいということで、でご理解をいただきたいと。それではその他にいかがでしょうか。城北地区です。よろしくお願いします。先ほど移住の関係でですね、その一つに子育て支援の充実ということもおっしゃっておられたようですが、まあ、実は私どものまちづくり協議会ではですね、子育てママのリフレッシュという形で子育て支援策をですね、まちづくり協議会が、うちの施設を使ってやっております。それで、まあ、うちの施設はたまたまその元保育園の跡地という形でですね、そういうハード的にはすごく、適しているというふうに思うんですが、まあ、いろんなところうちだけじゃなくてですね、他の地区にもですね、なんか空いてるようなその学習センターとかそういったところで普段使わなくてもですね、一時預かりとかですね、そういった子育て支援、まあ、保育一時預かり、そういったようなこともできるんじゃないかなって。私どもは、まあ、当初は一時預かりを目指していてですね、今このリフレッシュをやって3年ぐらい経ったらそちらを目指そうと今考えているんですが、まあ新しく作ってお金をかけるようにですね、今ある施設、既存の施設を使ってですね、
あちこちで僕はできるんじゃないかなと思ってるんです。その規模はですね、なかなかいろいろあると思うんですが、いろいろその保育所のあり方やり方もいろいろあると思うんですがね、まあ、そういった形で、なんかできればありがたいのかな、まあ、そんなことを考えておりましてね、まあ、毎年あちらこちらで新しいものがこうできているんですが、まあ、そういったことも一つの方法かなと考えておりますので、まあ、そこら辺で、どんな塩梅かなというふうにと思いまして。保育施設という意味ですか？そうですね、保育施設等々についてはですね、基本的に待機児童をゼロにするという大方針のもとに施設整備を進めてきております。これは国定期による待機児童ではなくって、今閣議が進まれているお父さんお母さんが子どもを預けて仕事をしたいという、そのニーズにしっかり対応できるような今施設整備を進めてきておりますので、保育施設は一定の基準がありますので、まあ、録画したところですぐそれに対応できるかっていうとなかなかできにくい条件がありますので、まあ新しく建てるという必要性ももちろんありますし、まあこれまで使っていたいいそういう施設が利用できるならば、それはそういうことに越したことはありませんけれども、まあそういう施設については学童保育なんかはですね、そういうそのところを利用するということはこれまでやってきていますし、だから新しく保育施設をこれから整備していくにあたって、利用が終わったような施設を使っていこうっていうのはどっかにあるのかな。はい、すみません、じゃあ私の方から少し補足をさせていただきます。まあ掛川市はここ数年ずっと待機児童が出ておりましたので、まずはそういうどこにも入れないっていう方をね、減らすっていうことが至上命題として、施設整備を進めてまいりました。で、来年4月に向けても、まあ、定員のだけでの数で言えばですね、266人分の定員を増やすもんですから、かなりそういった部分はもう解消に向かっていくだろうというふうに思っています。そうすると今度はまあ量の問題でやっぱり質というかですね、おっしゃられたお母さん方がリフレッシュできるような場所であったり、あるいは子育てというのはこうお母さんがこう孤立しがちな、特にご主人の支援が得られないとより一層誰にも相談する人がいないし、複数の子どもがいたらどこにも連れていけないしっていうふうなことがありますので、そういった方のこう悩みだとか負担感を和らげるような、ね、ことが必要なのかなというふうに思っております。でそういう、まあ、リフレッシュの場とか市の方でも、子育て支援センターとかですね、まあ、大体保育施設のこう一角に置いている場合が多いんですけども、そういった場っていうのは実はそれなりに数は用意しております。ただやはり問題としてあるのは、そういう場があったとしてもなかなか行きづらいよっていう、あるいは複数の子どもがいたら物理的に連れてけないよっていう、その連れてくだけでも大仕事になるので、それができないよっていうふうなねお話があって、やっぱりまあそういう場はそういう場でもちろん必要ですけれども、もっと細かく情報を発信してね、で例えばそれこそオンラインでも、今のお母さん方はスマホでいろんなことやるの得意ですから、それで悩みを相談できますよとかね、そういったこともこれから導入していかないといけないのかなというふうに思っています。で一時預かりについては、まあ特に入所、まあ、保育園に本当は入れたかったんだけど入れなかったようなお母さんが、幼稚園の一時預かりのようなことを利用されているっていうことが多くあります。ところが例えば市の方でも一番大きな幼稚園は今宮脇にある健やか幼稚園だと思いますけども、あそこの一時預かりっていうのは今できてないですね。
で、なぜできてないかというと、その一時預かりに対応する保育士さんが足りない。普通の保育の方にどうしても取られてるので、もう少しいれば一時預かりも やれるんだけれども、今それがやれないぐらい保育士さんが不足しているというふうなことでありますので、まあそういう、こう、まあこれは施設だけがあっても保育士さんがいなければ結局預からないっていうのにもつながりますけれども、そういった人の確保もちょっと、これもいろんなやり方をしてるんですけども、取り組んでいきたいなと思います。でちょっと今 YouTube の配信を私同時に見てるんですけど、コメントされた方がいて、西郷地域に公園が欲しいよっていうふうな話もいただいておりますので、ちょっとそういった本当に、子育て環境のですね、充実についてはいろいろと検討していきたいというふうに思っております。ありがとうございました。ありがとうございました。その他にいかがでしょうか。水谷と申します。先ほど移住の関係でね、移住推進協議会お話がございました。その前に市長は若い世代の方っていう単語もございましたけれども、多分ここにいる皆さんもそうだと思いますけれども、自分の息子なんかを考えた時にですね、娘らに合った職場がないっていうことが一つの問題ですね。まあ、大学がここじゃないにしても、ここにいて、自分に合った仕事が あればね、戻ってくる。それから先ほど副市長さんは移住された方があるとおっしゃってますし、副市長さんもここに U ターンしたっておっしゃいましたけれども、家族を連れてですね、40代がねこのところに戻ってくるってことはね、相当な勇気がいる。市役所に入れていただければいいんですけれどもね。なかなかね。で、またちょっと話は違うんですけど、大きな大規模団地ですとね、世代が過ぎますと、老人だけっていうことになりがちですよね。なっているところもあるのかもしれません。とすれば空き家もある。じゃあ、息子らはというと、やはり、少なくとも各側からは出ていっているというのが大きな実態ではないでしょうか。なので先ほど市長が最初に言われたこの掛川市の環境は非常に素晴らしいということなのでね、お若い方、U ターン大学を降りてくるという方のみならず、ご家族で来られて30代40代、もちろん先ほど保育の問題もございますけれども、そういうのも少なくともあるレベルまでして家族で来れるよというのが一つ。それから空き家の問題とも絡めましてね、掛川の空き家っていうのはちょっとどうなってるか分かりませんけれども、全体的には時たまお調べになっていると思いますけれども、空き家バンクですね、よく都市でやられているような、都市というか都市でやられているような、そうした時にこれだけ利便性があって自然があるということをまずベースとしてあるとしたならば、息子らを置いてでもこちらに来ようというようなところもね、積極的に両輪の片輪にしないと難しいと思いますね。絶対数の人口が減ってきますからね、これから。当然東京は今さらにでっかいビルと、若い人たちの魅力が増すような、街をまだどんどん作ろうとしてますね。富士に行けば、いわゆる企業と合体した街づくり、医療と合体した街づくりになってますよね。大きいなんとかセンターもございます。そこと戦いとは言いませんけれども、我々の持っている資産をね、外から来られる方に魅力あるような形で、なんていうんですかね、デモンストレーション、なんていうんでしたかね、そういうの、いや、要は宣伝をしていくようなこともしっかりね、動かしていかないと、増えたら減ったりで一喜一憂しないといけないようにしないでもないですね。その辺のそれだけちょっとお伝えしたいと思います。以上です。掛川に来てもらうためにね、全ての働く場所を備えるなんていうのはこれは土台無理な話
です。でそういう意味ではこのコロナの関係で東京一極でこれまでのように全ての会社の本社あるいは政府の機関そういうのが全て東京に密集してその地にあるというのはこれは国の政策としてもう地方に政府の機関はある程度移しましょうよと文化庁が京都に移すそれからデータ庁も東北にというような意見もあるということでありますのでいろんなものをやっぱり政府自体が移していくで本社もですね企業の本社もいろんな地方に今移していこうと何社かもう現実的にそういうことを進めているということであります。まあポストコロナだと同時に先ほど申し上げましたけれども東京のあの密の状況でこれからまださらにマンションをどんどん作ってで大きな本当にですねマグニチュード9を超すような地震があったら東京の復旧復興に多分ものすごい時間かかると思うんですよね。そうすると本来の経済活動政治活動の機能が発揮できないようなこれはもう国の政策として変えていく必要がある、まあ、こういうことは全国市長会の中で常にもう主張をしてきております。で掛川市が、そういう分散の受け皿になるっていうのはこの1ページの紙も書いてあるようにやっぱり交通の利便性とか自然環境とか文化歴史、こういうものが素晴らしいところですよっていうことで、来ていただけると。だから無理やりなんか働く場をどんどん作っていくっていうようなことは求めても無理だし現実的にそういうことではなくてですね掛川の持っている素晴らしい資産を生かしてそれに魅力を感じてもらう、そういう意味ではうまい発信をしていく情報発信をしていく、東京だけでなくですねいろいろなところに発信していくということが重要だと。で掛川は資生堂もあったりグランドピアノのヤマハもあったりいろんな素晴らしい企業がありますので、それから市役所もですね技術的な資質を持ってる方だったら40歳ぐらいでも採用をしていきたいというふうに思ってますので、まあ、そういう方がいたら、まあ、空き家も生かせば家族で住むところもたくさんありますので、まあ、これからいろんな意味でしっかりしたいい情報発信をしていきたいというふうに思っています。加えることだったら少し補足をします。市役所の方で移住者を雇えばっていうふうなことも言われたんですけど実を言うとですね市役所の方でも最近いわゆる大卒の新人という新卒の方とですねそれから経験者採用ということで、まあ民間等にお勤めの方をね年齢的には30代まあそうですね40ぐらいまでですかねの方ですけども採用してます。でその中で実は結構ですねよその方に出会うんです。で割とよくあるパターンが、まあ男性が受けに来られるんですけれども今のその民間企業にお勤めのまあ転勤等の都合でこちらで仕事をしているよ。でもともとは出身はそうですよ。で、こちらで、奥さん見つけましたっていうことでそれで近々結婚したいのでそれともう転勤するとどこで子育てするのかわからなくなっちゃうので、奥さんの実家の近いこの辺でもっと腰を押し付けたいということで転職を希望されてかつ市内で、家も建てたいみたいな感じの方が割と複数出会うんです。で昔はであればその掛川市内の女性の方が結婚すれば外に出てっちゃうっていうことになってたと思うんですけど今逆で女性の方の、近いところにお家を建てたりっていうだから男性の方がこう女性の方に近づいてるっていうふうなねことがあってなんていうかまあ別に我々市役所の職員を採用するときに移住者限定とか言ってるわけじゃないんですけれどもそういう方にしばしば
であるので、結果的にはね、そういう受け皿にもなってはおります。ただ、あの市役所だけでその全ての移住者を受け入れようとかね、吸収しようという考えはもちろんありませんので、あのそれは一つの選択肢ということかなと思っております。それからあの空き家の関係は、今市の方もいろんな取り組みしてますが、あの市内に NPO 法人のランドバンクさんというところがあります。であの連雀の一角にですね事務所も置いて、そこ自体がシェアオフィスな感じになってますけども、それであのいろいろな空き家情報、それからあの、まあ、状態のひどい空き家のこう、まあ、除却っていうんですけども、こう処理というかですね、そういった部分、それから空き家の活用ということで、それこそ、移住者の方がこう短期的に滞在するような場所が作れないかというふうなことで、実は取り組みを進めて、いらっしゃって、いらっしゃいますので、そんなところもあの本当に進めていきたいなというふうに思っています。以上です。その他いかがでしょうか。原泉地区ですけど、私たちのところであのキャンプ場っていう大きなプロジェクトがあるんですけど、やっぱこれからコロナが流行ってるんですけどね、やっぱ県外からも来てます。東京とか愛知いろいろところから来てます。ただこれから今レベル3ってなってるんですけど、これからなった場合市としてはどのような考えなのか、キャンプ場へはどんどん人を入れるのか入れないのか、それと今現時点困っているのが道路です。一番困っているのは今道路通行止めになってます。その件に関しても大変困ってます。早くやってほしい。大型が通ると小さい車がなかなか通れません。だからそういう点にも考えてもらって、いろいろどういう考えでおるのかご説明をお願いします。今日はあのこの会に間に合うように、あの奈良国の株式会社 の、 あの役員会がありまして、いろいろあの今年の中間決算もして大変な赤字で困ってるっていうことで、あの私が社長してますので、まあ大変な状況だということを確認しています。それからあのこれまでも奈良国のキャンプ場にキャンプをしてくれる人の制限はしてきました。県外の方は遠慮してくださいということもやってきました。で今はそれはしてませんけれども、もう少し静岡県内にも感染者が増えればそういう措置を速やかに取りたいと思っています。可能な限り感染を掛川の力を出していかないという取り組みはですね、これしなければいけないと思っておりますので、それは速やかにやりたいと。それから、道路の関係ですけれども、もう毎回、大雨が降ったりした時の山かけ崩れが必ずあって、道路を塞ぐと。それから今回の場合は少し道路が少しあのまあ結界的になっている状況で、大田のトンネルの北側はストップをさせてもらっています。まあたまたま迂回路がこうないわけではないもんですから通れますけれども、まあ速やかに移動ができるという意味ではですね、これはあの県の方にもまあ毎回しっかりした整備推進促進をですねお願いをしてきておりますので、今日またそういうご意見をいただきましたので、県の方にですねしっかりあの伝えていきたいというふうに思ってます。よろしかったでしょうか。その他いかがでしょうか。桂川岡地区の方よろしいですか。勝野川岡地区です。先ほどあの秋葉の話がちょっと出たんですけども、勝野川地区あの柿川の区内の中でも
高齢化率が2番目に高いということで、非常に高齢化が進んでますんで、そういった形でですね、これから空き家がですね、どん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 出てくるんじゃないかと、そういうことで非常に危惧しております。直近ではね、このコロナの関係も非常に高齢者が多いものですから、本当に警戒して、なんとか、そういったところにね、感染が起こらないようにね、そういうことは非常に注意してるんですけど、話は戻りますけども、そういったことで、空き家が非常にこう増えてくるということで、そうなってくるとさ、公共施設のマネジメントの話になるかと思うんですけども、葛飾は公共機関の施設何もないもんですから、周りのところにそういった形の中でね、施設が あると、空き家になったところに外からできるだけ来てもらいたいと、そんでないと、本当に過疎化して、ゴーストタウンになってしまうんじゃないかってね、心配してる、そういった意味でですね、資料を見てたら、今、コロナがこれかさって、ポストコロナの時代の公共施設の再生整備なんかも検討していくということでね、あったもんですから、やっぱりそういった形で、どういう形になるか、そういったものを、魅力的なものが近くにあるか、そういったものを使えるということが、その一つの外から来る人の家を探すときの条件の中になると思うんですからね、なんかそんな形の中でね、これからそういうのはポストコロナの未来社会というかね、そういった中での施設整備っていうね、そういったものの再配置の検討されるんですけど、何かね、そんなことであればね、お聞かせいただけたらと思います。市長が何か言ってから振るかと思ったらいきなり振られましたけど、はい、ありがとうございます。桂川区も、青葉台、私も青葉台ですけども、青葉台もちょっと似たような状況のところあるんですけども、空き家がちょっとずつ増えてきます。で、やっぱり移住者の立場からすると、その空き家情報というものが探せないというふうなことはよく言われます。特に一軒家の空き家情報はなかなか不動産屋の情報、アパートとかであればですね、上がってるんですけども、で、その住み始めてみないと、あそこに空き家があるっていう情報が、大体口コミだともらえることもあるんですけども、入らないということもありますので、なんていうか、そういったところの、情報発信もそうだし、その持ち主の方にもこう貸してもいいよっていうふうにね、ちょっと気持ちになっていただかないとですね、ならないところもあって、そういういろいろな地道な取り組みが必要かなというふうに思っています。施設、このポストコロナ時代のこう施設整備の話がございました。YouTube でも公共施設の再配置大変だと思いますが頑張ってくださいというコメントが入ってましたけども、やはり、こういう、それこそ駆け足も今年度かなり財政的には苦しい、来年度予算組もかなり厳しい情勢になるというふうなことはあります。で、その中で、公共施設をある程度少なくしていけないと、少なくしていかないといけないと、面積を一定程度減らすという方針があります。で、ただ何も新しいものをもちろん作らないという意味でもまたこれも違うということで、その多くはおそらく学校再編に絡んでですね、で、その中で新しい学校を作っていく、その中でその新しい学校施設のところにですね、公共的な機能も付加していくというふうな考えが一つあるというふうに思いますので、これまだ具体化してないものがほとんどですので、これから各地域にご相談をしていく形にはなろうかと思いますけれども、そういった非常にこう厳選した、もちろん形にはなるかと思いますけれども、本当に大事なものについては、施設整備も当然進めていくというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。じゃあ僕の方はちょっと補足をします。空き家の話ですけどね、我々の世代まではすぐにその新築の家を建てるなんていうことでなく、空いてるところに何年か空き家に入って、それで少しお金を貯めて新しい家を作っていこうっていう、そういう発想がありましたけれども、今の若い人はどうも空き家を少しこうきれいにしてそこに住もうっていうですね、そういう気持ちが全くないっていうことではないかもしれませんが、ないんですね。で、
多分マンションのようなところなら、まあ、入るのかもしれませんけれども、どうもそういう傾向があって、これはまあ、もったいないっていうその考え方はもう全くそういうことがないのか、だからどういう形で行政がそこに入っていって空き家を使ってくれるような仕掛けを作っていくかということで、あの先ほどランドバンクの話をしましたけれども、ああいう民間の、組織とですね連携をしながら進めたいとは思っていますけれども、うーん、今あの特に桂川丘が一番、そういうその空き家率が高い地域の一つだということでありますので、都市住宅建設の方で何か話し合いを しました?全然桂川丘としてない?してない?空き家率も多分ね高いと思います、ええ、であの地域をモデルに何か取り組みを進めたいというような、ちょっとあの話も聞きましたので、またあの担当の方からお話に伺うかもしれません。でいずれにしろですね、先ほどもお伝えしましたように、その中古の住宅にそこに住もうという考えの方が極めて少ないということで、都会から来た方が中古の住宅でもいいかっていうと、普通住んでおられたような住宅ではなくてですね、農家のような大きいそういうところならば、いや入ってそこで生活をっていうことはあるようです。ですから全くそのサラリーマンのその住宅に改めてそこに少し改修して入ろうという気持ちがないようですので、そういうことが生まれるようなことについてもですね、少し検討を進めたいというふうに思っております。あの空き家対策、高齢化はもちろんそうですけども、空き家対策はですね、掛川市行政、これは掛川だけでなくて全国の自治体の最重要課題の一つでありますので、まあ、いろんな機関としっかり協議議論しながら進めていきたいと思っています。よろしかったでしょうか。その他にいかがでしょうか。よろしいですか。女性の方お一人いらっしゃいますけど、何か意見かなんかよろしいですか。よろしいですか。それでは意見も出尽くしたようなので、この辺で意見交換を終了とさせていただきます。最後に市長から一言お願いいたします。あのいろんな意見をいただきました。毎回冒頭でですね、今日は女性の方がたくさんいらしてくれて、ありがたいなっていうことを申し上げるんですけれども、今日1名だということなんですけれども、全く女性の参加がゼロということが2回かなぐらいありました。ただあの女性の方、若い方、こういう方が今日 の, あのリモート会議のような形で自宅でこの会話を、あるいは議論を聞いてもらって、いろんな意見を起こしてもらう、そういう会議のスタイルにこれから変わっていく。全く男性だけでなく、自宅で、この会議を聞いてもらって、いやこういうことを市の方に伝えたいということがあれば、最初冒頭で、何件かの話をしましたけれども、そういう会議がこれから増えてくると思います。で、直にあのやっぱり各地区とのですね、いろんな会話も、要するに移動しなくても自宅で、あるいは市役所の中でこうトークといろんな議論ができると、まあ、こういう時代がすぐそこにあるようでありますので、そういう意味ではいろんなあの意見交換がですね、市民の皆さんとできるようにどんどんなっていくと思いますので、いろんな意見を聞きながら、いい掛川のまちづくりを進めていきたいというふうに思います。今日はどうもありがとうございました。本日はお忙しい中ご出席をいただき誠にありがとうございました。